我が国プロレス界の王者力道山は昨年タッグチーム世界選手権保持者シャープ兄弟を迎え撃って大激戦を展開、全日本にプロレス旋風を巻き起こしましたが、それから1年またも力道山は海を越えてボボブラジル、ダニープレックス、ロードレートンの3強豪を迎えました。東京における第一戦は8月14日目かけ、広い場内もたちまちうずめ尽くされました。内向選手中のナンバーワンは黒人世界選手権保持者ボボブラジルでありまして、身長6フィート6インチ、体重278ポンド、空調のごとく、レンガ塀をも打ち砕く頭突きを得意としておりますが、この世のメインイベントは、このブラジル対我が力道山のシングルマッチであります。黒いガウンに5フィート11インチ、250ポンドの充実した体育を包んだ力道山は、溢れる闘志を持ってリングに上がりました。いよいよ両選手の決闘展開であります。レフェリーは沖式な。起伏一年、今回の国際試合でプロレスへのファンの関心を一挙に高めようとする力道山の決意は誠に並々ならぬものがあります。いよいよ61分3本勝負、試合開始であります。黒光りするブラジルとクリードに日焼けした力道山の体育は好対照であります。がっちり組んだ両選手、まずロープへ詰まりました。両選手慎重に離れます。この辺は共に世界一流の選手らしく貫禄十分であります。ブラジル左肩の白い絆創膏は予防注射の後であります。手四つの両選手離れてチャンスを伺っています。果たして先制のチャンスを狙うのは力道山かブラジルか。ブラジル左で力道山の頭を攻めました。ヘッドロックでやります。ものすごいブラジルの体当たりを巧みに避けました力道山。両選手のようやく戦いの火蓋が切られました。今度は力道山のヘッドロック、巧みに足を取りました。ブラジルまた先、しかし力道山これから変化を求めました。巧みに後ろへ回りました。今度は力道山逆にブラジルの腕を取りました。腕固め、腕の逆取り固めでやります。くつるぎうめくブラジル、白い歯を出して懸命に苦痛をこらえています。完全に腕の逆を取りました。懸命に絞り上げる力道山、ブラジル不利でやります。力道山優勢でやります。ようやくロープへ逃れましたブラジル、ちょっと闘志をそがれました。エタリオと力道山これより攻勢でやります。力道山の空手チョップ対しまして抜きを持って応酬するブラジル、両者得意技の応酬でやります。早くも華々しい抜きと空手チョップの展開が予想されます。コーナーに詰まりましたブラジル、力道山の猛烈な空手チョップ、ロープへ持たれましたブラジル。さすが世界の強豪ブラジルもちょっと力道山の空手にはへきへきした程度であります。依然力道山攻勢に出ました。またがっちり組み合った両選手、ブラジルのヘッドロック、ブラジルロープを利した体当たり巧みに避けました力道山。しかしブラジルはこの機を逸せず足取り固めに出ましたが、力道山これを蹴倒しました。両選手この辺は一部の息もつかせない攻防でやります。今度は力道山の体当たり、ブラジル巧みに避けました。今度は力道山もう一発、ブラジル避けた。今度はブラジルの飛び畳み、まさに外れました。両選手起き上がりました。誠に息もつかせない両選手の攻防、ファインプレーの連続でやります。さすがに世界一流の両選手、見事な技の応酬でやります。この辺でようやく汗びっしょになりました両選手。最後からハーフネルソンで攻めに行かんというブラジル、対しまして返し技のチャンスを狙いました力道山は巧みに足取り固めに移りました。見事にブラジルの右足を取りました力道山。今度はこの足取り固めから地獄固めに移りました。
必殺技と言われます地獄固め、完全に両足をぐいと絞られましたブラジル、全くなすすべはありません。リングの中央、苦悶の表情を浮かべるブラジル、この地獄固めは完全に決まりますと足首の折れる場合もございます。必死にロープへ逃れんとするブラジル、苦悶の表情のブラジル、ついにロープへ捕まりました。ロープでやります、ブレーク、レフェリー大きしきなブレークを命じました。しかしこの辺は力道山ずっと優勢に試合を進めております。コーナーへ詰まりました力道山、離れ際ブラジルチャンスを狙っています。ブラジルの鈴木一発、誠に猛烈に決まりました。さすがの力道山も腰が崩れました。こうなりました、奮撃いたしました力道山、ついに空手で一発に勝つ、猛烈にブラジルの顔面を攻めております、あるいは喉を攻めております。対しましてブラジルは猛烈6フィート6インチの長身から鈴木を連発、レンガ背負うも打ち砕くというブラジルの鈴木にちょっと力道山グロッキーでやります。力道山フラフラ、ブラジルなおも猛烈な鈴木の構成、なおもブラジルの鈴木、力道山倒れました、力道山再度倒れました。しかし英気をなり豪気を持ってなります力道山、屈せず起き上がりました。この辺の力道山の闘志は見事でやります。しかしブラジルは容赦なく鈴木を持って力道山を攻めています。またも力道山三度倒れました、果たしてこのまま力道山倒れ去るかどうか、またも起き上がりました力道山、対しましてなおも鈴木で攻めるブラジル、力道山反撃、力道反撃、力道山空手、ついにブラジル倒れました、今度は逆にブラジル倒れました、満場大歓声でやります。力道山今度は拳打ちでブラジルの顔面を攻めております。攻守一転いたしました、力道山攻勢でやります、力道山優勢になりました。鈴木で散々に痛めつくられました力道山の死体からはわずかに鮮血がにじみ出しております。空手旋風を合いましたブラジル、今度は鈴木を持って今度は欧州、力道山の空手、ブラジルの鈴木両選手一歩も引きません。清掃な気がリングに溢れました、またもブラジル倒れました。メタリオと力道山肺固めの体勢に入りました、ホールか、いや起き上がりました、ブラジルようやく起き上がりました。今度は力道山の空手チョップ、空手もう一発、ロープへ詰めてもう一発、またもブラジル倒れました、ロープ倒れました、ホールのチャンス、カウント1-2-2で膝打ちでまたも力道山の顔面を攻めてブラジル起き上がりました。しかしこの辺で力道山の死体が切れまして、ようやく鮮血がにじみ出してまいりました。力道山屈せず、空手、対しましてブラジルの鈴木、力道山の顔面は真っ赤になりました。真っ赤になりました。鮮血臨時、力道山顔面真っ赤でやります。レフェリーこれを止めんとしております。この気負いまして、ちょっとブラジル闘志を失いました。ブラジル闘志を失いました。しかし力道山懸命に攻めんとしておりますが、ついにブラジルは32分1秒、試合放棄、リングから離れました。通路へ降りてしまいました。公式レフェリーはブラジルの試合放棄を認め、力道山に勝ちを与えようとしましたが、力道山表示しません。3本勝負の約束で、あとまだ2本あると闘志満々でやります。やむな公式レフェリーは、自らブラジルを控え室へ迎えに行き、強引に再登場させました。すでに靴を脱いで素足となっておりましたブラジルも、やむなく再出場。ここに力道山と最後の決戦となりました。奮撃の桃地のブラジル。まず猛然として鈴木で力道山を攻めました。力道山対しまして空手で応戦、鈴木と空手猛烈な応酬になりました。ロープへ詰まりましたブラジル、ここでまた一層奮撃の大持ちを新たにいたしました。闘志あふれる黒不要はたちまち力道山に踊りかかりました。鈴木一番、力道山マットに崩れ折れました。いよいよ力道山の顔面出血が激しくなっております。再び倒れました力道山、のしかかりましたブラジル、ホールなるか。しかし力道山巧みにロープへ逃れております。ロープでやります。いよいよ駆けに来るブラジル、またも鈴木、もう一戦鈴木、対しまして力道山空手で応酬、さらに鈴木で応酬、力道山も鈴木で応酬、対しましてブラジルまた相手を抱え込んで鈴木、鈴木、リングの中央でぐいっと相手を抱え込んだブラジル、猛烈な火打ちを食わせました。しかし力道山はこの猛烈な強襲にはかかわらず闘志満々、反撃を試みております。両選手リングの中央で組み合いました。力道山顔面いよいよ真っ赤、鮮血淋漓、ほとんど鮮血で顔面が覆われております。
ほろ酔いましてブラジル、にわかに闘志を失いました。このものすごい力道山の闘志と先決人事たる表情に恐れをなしましたが、ついにブラジル自らリングを降りてしまいました。完全に気を見てはもう試合はできないという表情でリングを降りました。ブラジル闘志を失っております。これは完全な試合放棄であります。力道山の闘志に圧倒されましたブラジルの試合放棄。ついに大きいレフェリーは力道山の勝ちを認めたようであります。力道山の手を挙げました。力道山の勝ちであります。2分34秒、ブラジルの試合放棄、2対0をもちまして、このシングルマッチは力道山の勝利と終わりました。